はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、ついにというかね、少し前にガシャで何連で、確率が上がってるんじゃないかっていう検証で190連ファンパレチケットっていうかね、ファンパレガチャを引かせていただいたんですよ。でですね、その時に交換所でトゲくんが、出たんですよね。でですよ、ついにこちら、あとトゲくん1体、これをもうなんか突するだけで、なんとこれ SSR のキャラ、工場のね、全キャラ貫突が達成されますということで、今回ちょっとこのもう貫突させちゃおうかなと思います。の前にまずちょっと単発で4回だけ引かして、もしかしたらトゲくんがここで出てきたらもう何もし、もうかけらを使わず済むので、来ないとは、さすがにね、この確率できたらとんでもないことだから、来ないとは思うんだけど、なんか SSR 斬新 1個でもいけたらいいかなっていう。もう一回いきましょう。はい、どんどんいきますよ、ラスト。さあ、これで、お、紫ガビガビ、ワンチャンないか、ないですね。はい。いいでしょう。で、これで、交換します。トゲくん、いらっしゃいませ。いいよね、大丈夫ね。所持数1、で、2で、OK、交換。よーし。さあ、これで、あとはトゲくんを貫突させれば、トゲくんどこだっけ、いたね、1枚ゲットしてるので、これでいいよね、大丈夫だよね、こっちじゃなくてこっちね、これ毎回怖いんだよな、これが。よし、さあ、いくら、全キャラ貫突でーす、ありがとうございます。よし、じゃあこれで全キャラ SSR キャラ貫突させたので、今日ちょっとこの SSR キャラをちょっとせっかくだからね、ちょっと使って、クエストかな、ちょっとやってみたいなと思います。で、誰にしようかな、ナギノさんとか地味に強いからね、ナギノさんとかもちょっと使ってみたい、戦ってみたいんだけど、いけるかな。一応バフキャラはこのままで、この2体を今だとこうなるかせっかく他のキャラ突破したけど、やっぱりこれになるんじゃないかな、夜の場合は。で、同期練習でいいのかな、クリティカル、なんか最近だとね、なんかクリティカルキャラがあんまいないから、証拠を入れたら別なんだけど、で、ガラガラの威力上げるから、どうしよっかな、難しいねこれ。でもガラガラの威力上げるか、夜、夜だったら、でも 35% 以下か。最近のなんかさきちゃんのでもいいかなと思ったけど、やっぱこれかな。はい、これでいきたいと思いますね。防御優先で、ここもせっかくだから夜はいないんだよね。でも SSR で夜のキャラは、パンダ、パンダ入れるか。パンダ入れて、パンダに関しては、どうしよっかな、復活特性を1回入れる、2回復活できるようにしとくか。はい、じゃあこれでいきたいと思います。これで大丈夫。めんどくさいな、参ります。まずモブキャラがいるから、ここであんまりダメージを受けすぎないようにだけ気をつけていきたい。まず一人倒すか、確実に一人倒そう。追い風、行進、投下、宇宙、ナイス、一人倒せた、これ大きいね、やっぱり夜のいいところ。じゃあ夜というか、この5凸のいいところよ、火力が出てる。これね、一回貯めたいんだよ、正直言う。でもちょっと賭けではあるんだよね。でも行きましょう。いや、まだ余裕あるから、ワンチャン倒せる。よし、いいぞ、5凸の、やっぱり工場といえど5凸だからな、やっぱり火力はもう他のその無凸のさ、新キャラとかより全然強いにゃ。そうだにゃ、強いにゃ。三段蹴りで、いや無理か、バフがだったらちょっとかけるか、バフがけで確実に一人いく。で、頭角呪法を、で、三段蹴り、これで2体倒せたりしないかな。倒せるよね、これは倒せる。で、倒せる、ナイス、いいぞこれで、追い風スルー、オッケー、もうここで倒しに行こう。いいぞ、いい、術式の開示しとく。三段蹴り、でも三段蹴りないんだったらこれで多分倒せる、いけるよね。
いけるかな、いけないかな、いけんかったらちょっと厄介になる。あ、あぶねあぶねあぶね、よしよし、いいぞいいぞ。さあ、そしてナギノさん、じゃあ連携いきましょう。追い風、更新で、あーまだ足りてない。じゃあ術式の開示します。じゃあここはもう早々に打つ。いや、まだバフかけれるから、まだ極度の集中しよう、一回これ。うん、まだ余裕ある。そんないきなりとんでもない技が飛んでくるとか、そんなはないはずだから。あん大丈夫。あ、体術比ダメージアップしよった。15%。まあいいか。いや、よくはないけど。よくはないけど、しょうがない。切り替えます。国戦。さあ、連携。いいよ、ナナミンと。ナナミンと、この、イタドリくんのコンボはいいんじゃない。さあ、まだ第1形態だからね。第2形態もあるから、そこだけ気をつけていこう。あ、いいよ、いい塩梅、いい塩梅。これ第2形態になったらいきなり攻撃してくるから、ちょっと準備がこれブレイクでできる。まだ死なないよね、これで。よし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 で、いや、でも倒しに行こうか。これ行こう。ここで斬首使います。斬首使って、呪骸大進撃は第2形態になったらこれどうなるっけ。一回キックしとくか。片付けます。いや、いや、呪骸大進撃しとこう。頭角呪法を三段蹴り。いや、極、いや、必殺ゲージ貯めるか。みんな頑張って。極度の集中で、極度の集中で先に呪骸大進撃なんだよね。本当は後が良かった。これ多分どうなんだろうな、術式ダウンがどうなるか。さあ、復活してきた。で、あー、オッケーオッケー、下がってんね。あー、よかった。あー、あー、マジか。あ、ブレイクしたままか。わー、ちょっとこれもったいないことした。1個じゃあブレイク中に倒しに行きたいな。最善の一手を常に考えろ。倒せるかこれ。極度の集中、やばいかな。いける。で、ここでブレイクが解けるでしょ。ブレイク解けるんで、可愛く叩き直す、する、キック、術式、いや、頭角上で極度の集中で、これで必殺ゲージを1回下げる。いやー、でも下げたところでだな。国戦じゃ倒せんもんね。でしかも追い風1個かかってないし、まあ、一応いつかの願い使っとくか。手早く済ませましょう。で、頭角呪法しとく。国戦でいけるかな。無理だよな、さすがに倒しきれない。おそらく更新、頭角呪法、ブレイクできないか、ワンチャンブレイク。倒せなくともブレイク。あ、無理か、惜しい。あー、で、一人やられる。いやー、学長かー、痛い、すごい痛い。さて、追い風、これ受けるしかない。行きましょう。手早く進ませましょう。で、術式の開示して、あー、どうしようかな。これ多分パンダがしばらく受けてくれるから、これ受けるしかないして、ちょっとまた北鳥くんはために入るかな。6000、大丈夫大丈夫。6000なの、痛いが大丈夫大丈夫。大きなダメージ、もう一回受けるしかない。で、術式の開示して、極度の集中。いいよいいよ、夜艦隊、夜の工場でも全然 EX4 いけるよっていうところを、まあ、5突すればだけどね。いや、でも正直5突じゃなくても結構いけると思うんだよな。追い風、さて、行きますよ。あー、スタンされちゃった。うわー、これ打ちたかったなー。あ、足りんかったか。でも受けるしかない。いや、1回復活できるからさ。じゃあガラガラ行きましょう。あ、でもブレイクできるわ。あ、これブレイクいったわ。オッケー。あの、ガラガラは確実にブレイクできます、これ。極度の集中してるんで。はい、オッケー、ブレイク。ワンチャン倒せたりはしないか。よし、じゃあ渾身のストレート、術式の開示か。で、最後国戦で、この前に倒しちゃうかな、多分。はい、オッケー。人形もなかなかやるもんだろう。うん、いけますね。はい、というわけで、ちょっと今回、早めになってしまうんですけど、この辺りでやりたいと思います。なんで、この辺りで終わりたいと思います。まあ、なんで途中でこれやめたかというと、次回ですね、ちょっとこの、貫突キャラたち全員ちょっといろいろ使ってみて、どのキャラが一番、まあ、ランキング付けっていうのはおこがましいんだけど、まあ、いろんなキャラ使ってみて、あ、このキャラやっぱりこうだな、こうだなとか、ちょっと、また見てみたいと思いますので、また見ていただけたらなと思います。もちろん、グレードのね、状態とかありますよ。グレードがやっぱりこのヨルドリくんとか確か結構グレード高いからさ、11まで上がってるけど、でもなるべくグレードもまあ均等にしたい。まあでもこの影五条線がちょっと強すぎるからな、ちょっとここまで上げちゃってるんだけど、まあ影五条線はもう1位だとしてね、それ以外のキャラクターのちょっと強さとかをなんかまた
確かめてみたいなと思います。それこそね、ご当地のせっかくだからトゲくんとかちょっと使ったりとかしていきたいと思いますので、よければまた見ていただけると嬉しいです。というわけで、じゃあ今回このあたりで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様んさ、バイバイ。